いや、最初の俺チョコ俺拾わなきゃよかったのにバカだな。そうですね。今拾ってそっち行った時に渡せたのにな。はい、そうですね。あとこの、遺骨をくべるとかも、OK です。はい。はい、拾ってからあって思ったんだけど遅かったわ。いやだからさ、俺全然どこに何のアイテムが落ちてるとかってあんまり覚えてないから、はいはい、不用意に拾っちゃうと、まあ、二人ともそれなりの武器持ってんのに、はいはい、うっかり拾っちまうと、はいはい、もう次ボス倒したら捨てなきゃいけないから、はい、拾いすぎがやちょっと本当にダメボツ、はい、了解です。サイン出してください。はい、出します。確かこの近くにミミックの中に闇のバトルアクスがあるんですけど。あれは、はい。ちょっと待って、あれ俺今残り火ついてる状態だよ。左上のアイコンがなんか赤くなってれば残り火がついてる。うん、ああ、見えた見えた。召喚されています。ミミックなぁ。あれ、多分闇のバトラックスは多分相当踊り子戦とかで使えるんじゃないかなっていうか。ちょっとそれ後半に残しておきたい。そうですね。あとドラゴンが火吐いてるところらへんにもクレイモモが確か落ちてたので。ああ、それなんかまだ能力足りてなくないか。ですね。多分技量15とかだった気がするんですよね。よく覚えてないんですけど。その辺は多分取っておいた方がいいんじゃないかなって感じ。今取ったらダメでしょ。はい、です。で、ただドラゴンエリアなので、うん、今そもそも多分体力が足りなくていけないっていう感じになって、うんうんうん、ちょっと騎士どうする？騎士ちょっとあっちに行ってくれてますかね。いや、騎士結構落とすんじゃないの？あー、物をですか？よっ、落とすまでチャレンジすることはありだよ。そうやで、ただこの前にすみません、残り火を先に。あー、そうだそうだ、ちょっと1個だけですけど、泣けなしのお金で。いやー、これは騎士、騎士います。あそこのドラゴンにブレスで焼いてもらってからマラソンするね、うん、ああ確かに。で、あ、来ました騎士が。あれあれ、ああ、うう、おおお、いやー、このシールド、バッシュは、同じです。よっしゃ。いやー。ほっ。なんか出せ、出ろ。ジーン。あ、一発じゃないのか。この人もロングソード持ってるから。ワンチャンありそうだけど。ですね。出てくれるとありがたい。まあまあ盾でも何でもいいから、とりあえず攻撃手段が欲しいですね、まず。だがおっ、あ、投げナイフ5本オッケーです。私大好きですよ、投げナイフ。まあ何も出ないよりは。おお、なんだ、おっ、投げナイフ5本あれ、なん出るな。出ますね。投擲アイテムしかもらってない。これ下行くと、グレイラットさん、あれ、あ、グレイラットさんはただまだ鍵が多分ないので。そうか、はい、ちなみにあの先に対して火炎壺が落ちて、あ、鎧スラの火が落ちてたような。ん、あ、でも私技量が12ないか。うん、ですね。でした。残念すぎるな。ですな。あ、いたいたいた。武器。出ない。お、あ。あ。出ない。出ない。うん、どっ
血との海は倒しますか。どうするか。カエンズは私4級ありますが、多分4級じゃ殺しきれないですね。ドイツだっけ。多分真ん中ら辺にいるやつだ。あれか。やるか。やりますかね。ゴーゴー。どうなるか。変態前にやります。OK。OK です。ただ変態前にやると、うん、確か残り火が出ないっていう。ああ、そうなの？だった気がします。ちょっと私の記憶違いの可能性はありますか？いや、ないわ。先にその情報知りたかったな。すいませんでした。ただ、ぶっちゃけ私も勝てる自信がなかったので。まで、これ。あれ、あ、2点1点まあでも、あ、なんだ、うん、なんか拾いました。はい、一応正規ルートはこっちですね。グレイラットさんを別に助ける必要がないという。いや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 、グレイラット君残り撃ってるよ。ああ、そうですね、確かに。 あ、そこに私が好きなものが。ああ。しょうがねえな。あれ。その場に置く。なんか捨てるのがまだ慣れてないな。ああ。最悪これでボルトと戦う必要が。まあ。きつくないと。オープン！さすがにですね。あ、なんか出た。ズボン。ズボン。やばいやばいやばい。ちょっと待ってよ、はい。ちょっと待ってよ。これなんだ。火炎壺。火炎壺。火炎壺だいぶ潤沢になってきたな。ですね。かわいそうだからズボンあげるよ、したら。せめてもの。逃亡兵のズボン。はい。逃亡兵。あ、ここの下、あ、でも俺技量が足りないんですよね。レイピアが確かこの下に落ちた記憶があるんですけど。レイピア技量何歩だ ?12 だったような。12だったら俺持てるんじゃん。お、そしたらロンソーお前には預ければいい。そうですね。ああ、確かにそういう羽の騎士が怖いので。よっ、確か私もそのガバガバの記憶なんですけど、確かこっちだった記憶が。ああ、なんか、ああ、確かに。ちょっと一回それ拾って、あった。レイピア、ちょっと一回退散するか。はい、了解です。あ、いる！あ、いる！あっか！おぉ！こっちまで来る？来るよね！来ますね。ちょっ、早く、おぉ！くぅ。なんかやられてるわ、あの人。これは？ちょっと、せめてロンソ欲しいな。いっ！ダイクス！死んだ。はい。あれ、お前が死んだ途端あの魔法使ってきたぞ。すいません。どうした。あれ、ここどこだっけ。あそこまで戻りゃいいのか。かがりまで戻っていただけるとありがたいです。ああ、なんか落ちてる。あれなんだこれ。あ、火炎壺3つ。今戻ってる。はい、さっきと同じところらへんに帰る。お前持たざる者ってことは、はい、なんか十な感じだよね。全部10ですね。あ、じゃあ論争持てるな。お前持てますね。ああ。じゃあ論争もったいないけどお前に渡すわ。したら、はい、すいません。サイン出して。はい、了解です。出してます。召喚されています。あと、このエリア、ブロードソードもそういう押してます。詳しいな、お前。
はい、この辺は序盤の方は結構アイテム結構覚えてます。終盤になるにはい、ロンソプラス1やぞこれお前お前ごときに耐えなよ、拾いなさい。はい、あれです。ここに落としたんだけど見えてない。あ、見えてないですね。あー、来てから落とさなきゃダメなのかな。多分そうですね、仕様的に。そういうのもよく分かってないんだよ。確かに私もそれは知らなかった。あ、見える。あれ、見えないですね。あれ、あ、そうか、プラス1したからだ。あ、あー、そうなんすか。あの、強化アイテムって多分そ、なんかそんな仕様なかったっけ。 ありましたね、そういえば。ちなみに私ちょっとこれ一応このここで使えないものなんですけど、クラブを一回置いてみますね。これ藤本さん見えますか。見える。でもそれ強化してないんでしょ。はい、してないですね。あ、だから、あ、そうなのか。だから俺強化しちゃったからダメだったな、はい、マジか、なんと言わな。じゃあ私その未強化のレイピアでいいんでもらってもいいですか。ちょっと待って、何もないよりかマシです。そうだよな、素手の方マシだったりしてその場に置く。見えるだろ。見えます。OK です。そういうことだ。そういうことか、なるほど未強化技量不足な、え、それ技量何本だっけ。12ですね。あ、技量上げるかお前あとで。はい、そ10のままじゃいけん、この先どうにもならんぞ。そうですね、ですな。あと、あとで帰った時に、あ、いや、あとで帰った時っていうか今行った方がいいんじゃないかお前。そうっすね、一回帰りますかね。OK です、上げていきます。レベル上げれるんだろうな。3000円あります。ああ、じゃあいけるか。いけんのか。いけるか。最悪俺の中拾ったソイルをお前に渡すって手もあるんだけど。ああ、多分大丈夫だと思います。足りてなかったらね。はい、ですね。一回やってみます。もう一回かがり火戻るとしたら。はい、了解です。いきなり、難しいな。いろいろ考えないといけませんね。ちょっと本当知らないからな。仕様がちょっとやっぱマルチプレイの仕様を、あんまりよく強化済みの云々がよく分かってないですよ。いや、分かってたはずなのに完全に忘れてたね。ですね。なんか私も前言ってたような気がするんですけどね。なんか強、なんか武器の強化って関係あるみたいですよみたいな。なんか駅伝の時になんかそんなことを教わった気がする。はい、あ、一応武器、あの武器のレベルに2だけ振ってから、装備可能になります。能力不足にはなんなくなった。大丈夫です。はい。はい。それお前、ちなみに、強化できんのか。あ転送しちゃいました。ああ。でも、かけら1個しか多分なかった。あ、1個しかないのか。じゃあ無理だわ。はい。はい、あ、でも、レイピアだったら1個で足りたかもしれない。ああ。もしかしたら。なんか、2個のイメージがありますね、3は。うん。なんか武器の大きさで変わるんじゃないの。あ、強化の。それってデモンズの時からじゃないっけ。だったような気がする。グレソとかでかいのはなんかいっぱい石使うイメージだったけど。ですね。ダガーとか1個で足りたりとか。はい、レイピアは2個か。2個ですか。あ、書きました、サイン。はい。あの、別に、はい、まあ我々別に初見でも何でもないんで。はい。もうだらしない体してんな、お前。はい、初見でも何でもないんで、もちろん攻略本や攻略サイトなど別に今更見るのはなしとか、はい、そんなことは言わないんだけど、はい、俺そういうの見るの大体めんどくさい方だから。わかりました、私が読むようにします予習しておきますね、じゃあ、うん、ここ確かあそこにあれがみたいなことはあ、おお、びっくりした。幻影だった。こっちか。こっちですね。いや、でも武器があると心強いな。うん。あ、あの、羽騎士倒せば一応は、残り火落とさなかったっけ。あー、ただドロップ率が辛かったような。あ、そう。ですね、ここただあの羽騎士の周りにいっぱい残り火が落ちてるんですよ。ここなんだっけ、
ここは、強化アイテムがあったりとか、ロイドのオープンがあったりとか。影響強い。よし。投擲アイテムどうせ今、ボルト倒したら、あ、了解です。全捨てだから。はい。あ、でも。全然使えるとき使っちゃっていいからね。了解です。いいんですか、私に投げナイフを持たせて。早く早く投げろ、早く槍がこっち来てんじゃん。はい。よし、にーんどーん、あぶね、よっ、そんな火力高いな。うわ、中出ろ。えない、エストが回復した。で、フリマさん、ここから先なんですけど、ここの宝箱があったな。宝箱は、なんかアストロの直近なので、それも拾わない方がいいです。おお、それはダメだ。で、あれもブロードソードなので。どれ？ここに多分アイテムがあるんです。これ確かブロードソードだった気がします。ああ、今拾うのはもったいないな。ですね。でもこれ後で俺一人で拾いに来なきゃいけないっていうな。ああ、ただここは踊り子がいるエリアなので、結構終盤まで利用はできます。あ、そっか。確かここになんかなんちゃらの怪盗シールドがありますね。それを今取るのかって話だよな。そうですね、ボルトは別に盾がなくても戦えるボスではありますから、ね、この宝箱が。はい、ここが確かそれだったと思います。やめとこう。了解です。序盤の方はなるべくその辺を取っといた方がで、はい、取っておいた方がいいかもしれません。物を、アイテム関係をです。あ、ごめん、何言ってるか全然わかんない。どういうこと、どういうこと。あ、装備関係は、今は拾わないで取っておいた方が。あ、取っておいた方がいいってこと。はい、です。だ、今、もうややこしいよ、お前、日本語が。あ、すいません。今、取っておいた方がいいって言われたら、お前、そうですね。今、取得するのかって思っちゃうだろ。ごめんなさい。ややこしいわ。すいません。残しておいた方がいい。ああ、そう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 。取っといた方がいいってのはどういうことだよ。すいません。リスナーさんも、あーってなってるよ、今。これは？ああ、覚えてないです。ただ武器ではなかった。覚えてないな、トロ。はい、かけらでした。はい、了解です。結構ここは屈強な男たちがいっぱいいるので。でも、ここに鍵があるんだっけ？鍵がある。エストのかけらもこの辺になかったですね。あ、これ、あ？エストのかけらこれか。OK。はい、取った。あ、グレア君も違う。気づきました。うわ、ちょっとまずいな、これ。犬を先に、あかん。全起動しましたね。もう、ちょっと、すごい。ちょ、飛んで。階段の上に一回退避。はい。したら二人とも来た。はい、オッケーです。とりあえず、バックスタブで一体削って。犬倒した。うわ、やられた。死んだ？すいません。死にました。ちょっと待てよ、これどうなってる。あー、今膠着状態だけど、俺そっちに戻れる気がしない、今は。ちょっと待てよ。了解。階段登れないな。私がそっちに走りましょうか。ここまで来れるんだったらな。今、あ、ちょっと待て、ハルバ持ちがどこに行く、この人。俺もベランダに。了解です。ベランダにいるんだけど。私もベランダにじゃあ向かいますね。ベランダからどこにも行けないんじゃない、これね。まあ私が来て火炎壺でなんとか倒せる範囲で痛い。
ここでも、やつ戻ってくんじゃないかな。もともとここにいたんじゃないっけ。グレートソアクス持ちはそこにいますね。はぁ、戻ってきた。はぁ、戻ってきた。はっ。背中向けてる。へぇ、見つかったグレートアクス持ちにやれます。よし、バケスタ。よっしゃ、倒した。オッケーです。倒した。倒して、ちょっと待てよ。どういう配置になった？あ、いける。戻れる。お、オッケーです。階段登ってる今。はい。で、お前どこまで来た？一回死にました。今だいぶ戻ってるよ。はい。槍の下を過ぎて、はしご登って、はい。お前どこまで来てる？人の海がいるところのはしごの上のあたりになります。おお、じゃあそこに出して。はい。よっと。ドラゴンの下に横ってこと？はい、ですね。はい。あ、でも、あ、横ら辺に書きますね。